ただいまのバラ。ただいまのバラ。心裏腹にすれ違うのに。ただいまのバラ。いつも目をそらすことなく、ただ今のありのままの私のすべてを緩やかに包み込む。ただいまのバラ。本当は私を切り裂いてほしい。ただいまのバラ。私からもう永遠に言葉なんて奪い去ってほしい。ただいま。ただいま。ただいまのバラ。駅。海を見下ろす小さな駅にピンクのバラが咲いています。出会えそうで出会えない。いつもそうね。今日、もキッチンにバラを生けました。いつも通りの日常です。あなたが買ってくれた時計もちゃんと動いています。今日もちゃんと生きています。鍵。美しいバラの花をくれたからって君に恋はしない。一瞬の瞳を交わし合ったからって君に恋はしない。もろく儚い夢を語り合ったからって
もう君に恋なんてしない。不実な時間を重ねれば苦しくて、だから心に壁を作って、最後の扉に固く鍵をかけるの。君に恋はしない。君に恋はしない。君は私の心の神さえも知らない。皆さんこんばんは、アンナです。さて、今夜はバラが登場するバラにまつわる詩を4つ読ませていただきました。はい、バラに関して、そう、私バラのことをね、書くことがすごく多くて、バラへの思い入れっていうのが実はありまして、なんか皆さんないですか？なんかいつもこの花にこだわっちゃうなとか、この花好きだよなとか、まあ、花に限らず植物とか、ね、その他の何かやっぱりその思い出とか、あといろんな記憶の片隅にすごくこう強烈に焼き付いているその映像にこう一緒に出てくる花だったり植物だったり、まあ、景色だったりそういうのもあると思うんですけど、私の場合はそれがバラなんですよね。どういうバラかというと、私の場合はふるさとの伊豆 の実家の自分のね、部屋、6畳間の狭い小さな部屋だったんですけど、その部屋の窓辺に、小さな花瓶に挿して飾られているピンク色の、大輪のピンク色のバラが私のね、脳裏にとてもこう強く焼き付いてる絵なんですよ。それが今回読ませていただいた4つの詩の最初に、ただいまのバラっていう詩を読ませていただいたんですけど、そのバラのイメージ、その詩のイメージに、来るピンク色のバラが私の中でのとっても本当にいい年になった今も、本当にね、月に何度も結構思い出す、脳裏にね、こうパッと浮かぶ絵なんですよ。それがピンク色のバラです。実家のね、自分の部屋の窓辺に飾ってあった。で、このただいまのバラっていうの詩は、私が詩書き始めて13年ぐらい前、なんか初めの頃にね、書いた詩で、なんですけど、まあ、そのね、映像がどういう状況かっていうと、まあ、その私の自分の実家の小さなね、部屋の窓辺があって、でその窓辺、私の部屋から見えるお隣さんの家はね、またこれがバラ園をね、やっていた家で、私の 窓から見えるお隣さん の景色もね、そのお隣さんにもすごいたくさん植物があったあるお家で、でそのバラ園 その貯水池、でバラ園 その、温室に水をあげるね、その貯水池があったりして、で、まあ、私が大きくなった頃にはそのバラ園自体はもうやめられてたんですけど、でもその貯水タンク自体は、残ってたから、なんていうのかな、池の周りにね、季節になるともうカエルがね、クワクワって鳴くんですよ。とかいろんなね、動物がね、やっぱり虫の声とかがその貯水タンクの、ね、周りで聞こえるんですよ。でその周りにね、本当にいろんなね、コゴメ桜とか椿とか、
そうだ、河津桜とかね、本当に植物がいっぱいあるお宅でお隣だったから、とってもね趣があって、でそういうそのお隣さんのね、そうこの小米桜のね葉がこうゆらゆら揺れたりする、その私の窓辺、部屋のね部屋、あの窓伝い、その窓辺に私の母が家の庭ので咲いたね、つつましい庭ですけれども、そこで開いたピンク色のバラをこう小さな花瓶に入れて植え、ポッと飾ってくれてる風景、それが今もずっと私の心に焼き付いてます。でそれはただ綺麗だったなとか幸せだったなとかそういうものじゃなくって、むしろ、なんか子供時代のなんていうのかな、子供ってやっぱ多感じゃないですか。で子供って子供なりにすごくいろんなこと考えてて、例えばその両親とねやっぱりうまく意思疎通ができなかったり、気持ちのすれ違いがあったり、家庭って言ってもやっぱりどこの家にもなんかいろんなねやっぱ人間模様があったり、そういう子供時代って無邪気だけど、誰しもやっぱりいい、なんか無邪気なだけの思い出じゃないじゃないですか、子供時代って。なんかねむしろそっちのね、うまくいかないなとか悲しいな悔しいなうまくいかないなみたいな、そういう子供時代の思いとともに、そのね庭のね2咲いた淡いピンク色のバラの飾られた窓辺にそれが浮かぶんですよ。でそれと同時に、あ、それはね、いつも私の母親が飾ってくれてたんですよね。で、15歳の私を思い出すんですよ。のね、だから中学生、15歳、13、14、15みたいな、小学生から中学生ぐらいの自分がその窓辺にいるんですよね。で、その母親が飾ってくれたそのバラを見ながら、うまくいかないな、悲しいな、そういうモヤモヤとともに、子供なりのね、なんかそういう悲しい気持ちとともに、それでもお母さんが飾ってくれたピンク色のバラが窓辺にあるっていう、そういうなんか世界とともにそれを思い浮かべるんですよね。だから、なんていうのかな、大人に至るにつれてなんか本当にバカなことやったりそれがね自分に返ってきたりとか、いろんなことあるじゃないですか。でもそういう自分が本当に、まだまだその実家っていうところにいて、その、まあ、小学生中学生時代みたいなね、すごく守られてた時代の、すごく貴重な時間、そしてそういうねなんかね思いとともに湧き上がったわけです。そしてだからなんかそこにこう気持ちが返っていくような、そしてそこを忘れたくないなっていうきっと気持ちがあって、ただいまのバラ、なんかそういう言葉が浮かんだような気がします。で今その話しながら思い出したんですけど、そのね私自分のその中学生ぐらいの自分がね、その窓辺のバラを見ているその映像がね浮かぶと、同時に思い浮かぶ風景があって、それが同じやっぱその自分のね実家の庭の夕暮れ時に感動したことがあってね、夕日に照らされたまだつぼみのね時のバラがあって、それをねちょっとねそのバラが自分が立ってるところよりもちょっとこう段が上がったところにバラが咲いてて、それをだから自分がその夕日を受けたつぼみの状態のバラをこう見上げてるような、なんていうの、立ち位置の風景があった、立ち位置の時があったわけです。で、それをパッと見た時にそのバラがこうまだつぼみで開いていないから、すごいねろうそく、大きなね巨大なろうそくみたいに見えたんですよ。キャンドルのように見えたんです。でそのねシルエットがすごい私は衝撃を受けたんですよね。なんてことない景色なんですよね、つつましい庭ですけど、でもなんかああいう自然の景色ってやっぱり人間の心に焼き付くんだなって
思うっていうか、まあ、当たり前のこと言ってると思うんですけど、なんかそんなにね目新しいことは言ってないんですけど、私でもすごいそれがあって、私多分1ヶ月に何回もその風景思い出すんですよ。窓辺のバラとその夕日に照らされたもうキャンドルみたいなバラのね風景を。何なのかな、なんか人間って何かそういう、だからどうしても心に引っかかる景色とかあるんでしょうね。それがどういう意味なのかは、わからないけど、でも自分にとってきっと大切な景色なんだろうなっていうふうには思います、皆さんにはそういう景色きっとどんな景色が浮かびますでしょうか、まあね、人間ってでもいろんな精神状態の時があるから、やっぱりすごく精神的な状態が悪い時ってやっぱりね良くない、すごくねなんでこんな映像ばっかり浮かぶのかなみたいな時ってあるじゃないですか。そういうのもねあると思うんですよね。でもあると思うけど、でもやっぱり懐かしい景色、あの時すごくね懐かしくって、自分にとっていろんな複雑な気持ちとともに、それでもなんか美しい景色、そういうものがあった時に、きっとそれはその大切なね景色なんじゃないかなっていうふうに思います、まあで私もその、若いっていう年でももうないくなったので、なのでそういうね幼かった頃の景色、そういうものがとっても逆に若い時よりもより大きくなってきてるんですけど、でももっと若かった時はもっとやっぱり落ち着かない景色とか、とってもこう負のねイメージとかそういうものの方がどうしても多くって、でそういう感じにねすごく精神的にもこう持ってかれることが多かったんですよね、でもなんかそういう時も後から考えてみると、その節目節目でそういう子供の頃の懐かしい景色とか、幼かった頃の懐かしい景色とか、何気ない庭の景色とかね、実家のそういう何気ない幼い頃の景色が、そういう負のねオーラのとっても多い時代とかも節目節目でなんか気持ちを救ってくれたような気がします、今考えてみると。だからその人間のその時間とかね、そういうのって不思議ですよね。不思議だし、何かにこう気づかないところで何かに守られてたんだろうなって後から思うと、そんな風に思えるような、そういうものがやっぱり人間の時間とか、あとは、ふるさとのね景色、そういうものになるのかなっていう風に思ったりします。はい、さて、今夜は、バラにまつわるし、バラが登場する詩を4つ読ませていただきました。拙い詩ではございますが、皆さんの心にはどんな風に映りましたでしょうか。それでは今夜もお聞きくださいましてありがとうございました。アンナでした。